で、この、 茶室自体は、千利休の大安という茶室の二畳と同じような、同じ大きさでありまして、で、それをこう、群のように、ちょうど空の天の川だったり、美星町という町自体は、二つのこう川から、名前が、名前の由来がありまして、そういったこう川のモチーフで、こう、群のようにこう並べるような、こう、茶室を、考えています。で、茶室の色自体は、星の色である、青白、黄色、オレンジ、赤と、その色で、18個のこう茶室を、こう、塗装しております。例えば、1個、2個、3個、4個と、こう、群のように、こう、開口がこう切り囲われるような、こう、フレームでこう、囲われるような、風景が、こう、歩きながら、こう、見えていく。っていうようなモデルを考えています。で、さらにその開口のところは、子供だったり大人もそうなんですけども、こう、登れるようなことにもなってまして、よく子供たちがそこで遊んでいますと、そこに乗ったり、下からこういう、少し、茶室のにじり口のような形で、少しこう、身体をこう、かがませたり、こう、横にしたりしながらこう入ることで、一瞬その視覚情報が一旦消えて、身体でこう開口の大きさを感じて入っていくような、中と外ということをこう、にじり口の考え方なんですけれども、そこで身体的に一回目を視覚を閉じて、体でこう探りながら入ることで、また入った時に一つのこう違う世界が、二畳の小さい世界なんですけれども、そこで一旦外の世界とスイッチすることで、また中から外を見た風景が変わっていくことを考えています。